皆さんこんにちは。企業の現場に入って目標を絶対達成させるコンサルタント、アタックセールスアソシエイツの横山です。余財管理大学へようこそ。本日のテーマは頭が悪い人の目標設定です。過去20年近く当社は組織営業力アップを支援してきました。その上で断言できます。絶対達成するためには目標設定が全てです。目標設定を間違えたら安定して達成できる組織にはなりようがないんです。今回は目標設定について徹底解説します。ちなみに KPI の設定に関しては、継続力がない人の KPI マネジメント、ダメな KPI 設定とはという、この動画ぜひ参考にしてください。今回の動画も3部構成でお届けします。第1部、過去と比べる。第2部、ストレッチ目標。第3部、期限を決めない。ダメな目標設定だけではなくって、どういう目標設定がいいのか、最後に解説をしていきたいと思います。私たちアタックセールスアソシエイツは、余財管理という独自のマネジメント手法を使って営業目標を絶対達成させるコンサルティング会社です。余財管理に関してご興味がある方、ぜひ概要欄をチェックしてくださいね。余財管理シートをはじめ3つの資料無料でダウンロードできます。それでは行きましょう。第1部、過去と比べる。ダメに決まってるということですね。例えばこれまで9000万円の目標に対してなかなか達成できない、8500万円とか8400万円とか8900万円とか、なかなか9000万円達成できないんだ。こういう営業さんに対して、来期からは1億円頼むよ、もしくはいろんな事情があって1億2000万円お願いするねと言った時に、その営業さんが、いや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 、これまで9000万円の目標を目指してきても全然達成できていないんだから、なんで1億円とか1億2000万円になっちゃうんですか、こういうふうに言う人っていますよね。その言い分って通るんですかということです。これは絶対達成する部下の育て方という書籍に私書いたんですけど、会社全体で売上目標これぐらいやらないといけない、それはなんとなく決めてるんだったらもちろんダメです。ですけど、例えば当社はアタックスといって、アカウンティングとタックス、会計と税務の会社なんで、当然その会社の財務状況って見るわけですよ。健全な財務状況にするためにはこれぐらいの利益が必要ですよね。じゃあそこから逆算するとどれぐらい売上が必要なのか、これが決まってくるわけですよ。そうするとこの売上をどの部署に、そして誰にどう分配していくのかって考えますよね。ですから営業個人個人が、私これぐらいの数字あります、なぜかっていうと過去こうだったからって、そういうわけにいかないんですよ。会社全体でこれだけの数字を作らなきゃいけない。外部環境が変化しようが、商品が最近なかなか売れなくなっちゃったとか、大口のお客様が離れていってしまった、だったら売上目標を下げたらいいのかってならないじゃないですか。書籍にはこう書きました。会社というのは変温動物ではないんです。環境が変化したからといって体温を変えられるか、変えられないんですよ。人間もそうですね。夏であろうが冬であろうが、だいたい36度南部ぐらいでしょ。皆さんどうですか、36度5分とか36度3分とか、そんな感じじゃないですか。だから会社もそうなんです。環境が変化しようがなんだろうが変えられないんですよ。もちろん変えることはできるんですけど、変えるためには組織の構造であったり、いろんなことをもう一回再構築する、これリストラクチャリングって言うんですけど、これをしない限りは無理なんですよ。収益構造を簡単に変えられないということです。ですから私自身の過去から比べていって、今回はこの数字おかしいですよ、そのことは言いようがないっていうことです。第2部はストレッチ目標。これ言うよね。無理な目標を設定しちゃうとその人のやる気が落ちちゃうじゃん。だからちょっと頑張れば手が届くような目標を設定すると。そんなことあるわけないですよ。さっきの話と一緒で、例えば運動してるというんだったら、それはそういうことありますよ。フルマラソンで何としても3時間切ってもらわなくちゃ困ると、いや私6時間も切れないんですけど、いや何としてもやるんだって言われたら、ってなりますよね。ですからフルマラソンはなんとか完走はできますけど、でも正直言って途中歩いちゃうし、ずっと走り続けることもほぼ難しい、かなり頑張っても5時間45分とかっていう人がいたら、いやいやいや、もうなんとか3時間前半とかしてくれよって言われても、なんともならないじゃないですか。普通どう考えたって4年5年かけたらそうなるかもしれないんですけど、ちょっと2ヶ月後にそこまで仕上げてくれって言われたらちょっと難しいですよね。だからちょっと頑張れば手が届くような目標、あと3ヶ月ぐらいしかないから、でもかなりね練習をしていけば、ひょっとしたら5時間台前半もいけるかもしれないから、5時間20分とか5時間10分台を目標にして練習をしてもらったらどうかなと。で次の大会では5時間切って4時間45分とか4時間40分ぐらい目指していこうよというなら分かりますよね。でも私どもは営業のコンサルタントです。これを見てる方もね、ほとんどの方が営業の部長さんとか課長さんとか経営者でしょ。
ストレッチって言ったって何がストレッチなんだってことになるじゃないですか。だって大々目標っていうのは金額になってるわけですよ。そうすると9000万円を1億円にしろと言った時にどうやってやったらいいか分かんないってちょっとありえないじゃないですか。なぜかっていうとお客様を変えたりすることによってお客様の単価って上げられたりするわけでしょ。ですからこれまでのやり方で積み上げていったらどう考えたって1億円はいかないですよっていう人がいる。でもそれはあくまでも過去のやり方の延長線上で考えているでしょということです。ですからこれまでは9000万円目指してきてもなかなかいかない、でもそうは言ってられないから9000万円はなんとか達成してできればストレッチ目標として9300万、これぐらい頑張ろうよ言われたら、まあ確かにストレッチ目標でちょっとね頑張れば手届く感じなんでやりますみたいなことは言ってもいいんですけど、それはこれまでのやり方の延長線上で考えてるからでしょうということです。なので営業でいうと売上目標であればお客様を変えることによって、例えば自分が得意な商材がある一定のものだとするじゃないですか。こっちの商材も売りなさい、こっちの商材と組み合わせて売ることによってお客様の単価がぐっと上がるじゃんかと。君の場合は1社あたり平均してだいたい300万円から350万円いただいてる、そうじゃなくって平均600万から800万ぐらいいただければ別に1億2000万とか1億3000万っていけるんだって言えるじゃないですか。労働時間をものすごく増やさなくちゃいけないのかとか、そういう話ではないわけですよ。さっきの運動の話とは違うわけですね。なので目標をグッと上げることによって負荷が上がるかっていうと物理的な負荷なんかは変わらなくって、物事の視点を変えればそんな無茶なってことにはならないんですよ。ですからストレッチ目標なんていうのは絶対考えちゃいけないです。それをしている限り過去の延長線上で物事を考えるっていうその思考パターンから抜け出すことができません。3つ目、期限を決めない。期限を決めない目標ってあるんですよ。営業だと例えば新規開拓やりなさいと、で私は社長とか部長に言うわけですよ。いつまでっていう、いやいつまでってあんまり決めちゃうとさって言われると、いやそれってさ目標とは言わないじゃないですか。ですよね。さっき例え話でフルマラソンって言いました。じゃあ頑張って今5時間45分とか5時間50分で走るんだったら5時間10分とか5時間20分ぐらいまでタイムを縮めていこうよと、まあどれぐらい時間かかってもいいからさって言ったら努力しようがないじゃないですか。それが3ヶ月後って言われると、そっか、そっから逆算するとどういう練習考えなきゃいけないかなっていうふうになりますよね。期限を正しく決めることによって逆算思考が身につくんですよ。逆算思考を身につけるために一つ目の過去と比べるっていうのもダメだし、ストレッチ目標もダメなんです。一旦リセットということです。物理的な時間とか労力だとかそういったものがものすごくかかるんだったら仕方がありませんけど、先ほども言った通り物事の考え方を変えることによってで達成できないと思い込んでいたものが達成できるようになるってことはあるわけですよ。ここはとても重要なポイントです。で最後にですね、皆さんにお伝えしたいのは先ほど言った逆算思考ですね。逆算思考を身につけることによってどんないいことがあるのか、まあ、大きく分けると3つあると思うんですね。1つ目は何といっても考える力が身につきます。過去の延長線上でやってるんだったら考えないじゃないですか。無理です、できません、だってさみたいな D 言葉を使う、そういった癖がついてしまいます。2つ目はとても重要、リソースをうまく活用しようとします。組織でやっている、で自分一人じゃないはずじゃないですか。組織のリソースを活用すればいいわけですよね。なので自分ではなかなか考えられない、仮説を立てられない、自分では別の視点で物事を考えられないというんだったら上司に聞くじゃないですか。これまで9000万円の目標に対して8500万とか8700万とかしかいけなかったのに、なんかいきなり1億2000万って言われちゃったんですよ、どうしたらいいですかと。そうしたら上司のね、課長とか部長とか社長が、いや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 、そうは言ったってさ、誰々さんとか誰々さんも目標達成してんじゃん、君よりも 1.5 倍ぐらいの数字作ってるでしょ。まあそうですけど、でもエリアも違うし任されたお客様も違うんだからこれは仕方がないじゃないですかって言い訳したら、いやだからそうじゃなくって別の切り口で考えたらいいじゃん、今のお客様だったらそれは限界があるかもしれない、だから新規のお客様を取ってこなくちゃいけないっていうことでしょ。じゃあその新規のお客様ってどこにあるんですかっていう話じゃない。自分一人で見つけられないんだったら私を使えばいいじゃないのと。そうなんですかってなりますよね。そうだって言えよ、一緒になって新規開拓しようよと。え、社長使っていいんですか。使わなかったらどうすんの私ってなりますよね。私の会社に君は所属してるわけですよ。社長使わないと、部長使わないともったいなくないですかって
今まで考えたこともありませんでしたってことになるわけですね。自分で考えてもなかなか妙案が思いつきません。だったら他の人に考えてもらえばいいだけじゃないですか。どんなに考えたって無理なものは無理ですなんて言っているともったいないですよね。最後は未来志向になっていくということです。過去のことばっかり考えるのではなくて未来に目が向くようになってきます。逆算思考なんで。よく私はこういうことを言うわけですけど、時間は過去から現在に向かって流れているわけじゃなくて未来から現在に向かって流れている、逆算思考だからですよ。そういうふうになっていくと未来未来未来を考えるようになっていくので非常にポジティブになっていくんですよね。ですから目標設定を正しくして逆算思考を身につける、そうすることによって安定して目標を達成できるようになっていくということです。安定して組織の目標を達成させるためには絶対に不可欠なことがあります。それは何か、組織メンバーが考える力を持っているということです。当たり前です、そんなこと無理ですよって考えもせずに言ってしまうようなメンバーが一人でもいたらそりゃ安定して目標を達成できるような組織にはなりようがないっていうことです。今回の動画はいかがだったでしょう。ぜひ皆さんにはこの余財管理大学に入学していただきたいと思います。入学方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。そしてこの動画が参考になった、気に入ったという方はいいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。